うわ、ネタバレ。録画見るつもりだったの。沢先生、学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でも、もう構わないでください。昨日はあれから何か。お願いします、二度も同じことを言わせないでください。もしもし、つくも？俺だけど、偉人町で御子柴の死体が見つかった現場ってわかる？ええ、もちろんすぐに。八神氏が今から向かうのですか？そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかって何日も経ってます。現場へ行ってもめぼしい証拠はもう警察が持ち出してるかと。かもね。でも見ておきたいんだよ。無駄足かどうかは後で考えるよ。まさに探偵の鏡ですな。勉強になります。見つけました。死体の発見現場は桜川沿いですね。小さな公園脇に廃ビルがあります。死体はそのビルの2階で見つかりました。1階部分は潰れた洋品店なんかが並んでいますな。了解。ありがとな。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございます。
怪しいな。こんにちは。誰もいないっすよね。お邪魔しますよ。死体があった場所は何か跡が残ってればいいんだけど。
なんだこれ、焦げ跡。なんだ、これは。おい、今のこと誰だ。何してるお前。いや、署に連絡、応援呼べ。あ、ちょっと待った。待ってもらえません。手挙げて後ろ向け。誰だお前、ここで何してた。八神隆行、八神探偵事務所。ええ、神室町で。お前、昨日清涼高校にいたな。そっちも俺らを見たはずだ。そうでしたっけ。よろしくな。神奈川県警一課の渡辺だ。こっちの若いのは桜井。どうも。で、何考えてんだよ、勝手に現場入り込みやがって。いや、ここは皆さんもう調べ終わってるんだろうなと思って、つい。ふん、何か。お前さ、源田法律事務所の依頼で動いてねえか。ん、白崎先生に頼まれたんだろう。白崎沙織、あのすんげえ不愛想な。なんでそれを。神輿場の死体が出てすぐのことだ。捜査を始めたら、どうも東京で裁判中の痴漢が仏のことを知ってたっつうじゃねえか。おまけに現役の警官らしい。じゃあそいつに話を聞こうってわざわざ出向いたら、そりゃならんと警視庁からストップをかけられた。でやむなく俺らはその痴漢を弁護してた白崎先生に話を聞きに行ったんだよ。源田法律事務所は神室町にある。そしてお前は同じ事件でわざわざ神室町から出張ってきたって探偵だ。つまりお前と白崎先生はつながっているだよな。さすが刑事さん。じゃあ俺の素性も知れたし、もう手錠はいらなくないっすか。そりゃこっちで判断する。そんなことよりお前よ、さっきの俺の話どう思う。何がです。なんで俺らが江原と話すのにストップかけられんだって話だ。江原は2ヶ月腐ってた仏を前から知ってたって重要参考人じゃねえか。そこに触れてくれるなってのは、いくら警視庁様でもわがままが過ぎる。警視庁としては身内の江原をかばいたいってことですかね。だから県警の皆さんには会わせられなかった。残念だったな。
奴らは江原をかばいたいわけじゃねえ。今時組織が部下の不始末かばや、かえって大やけどしまう。ただ今回その部下は痴漢のみならず殺しにまで何か絡んでた。そんなのをまるっとよその県警にあげられちゃ警視庁のメンツは丸つぶれ、幹部の一人や二人切腹もんだ。せめててめんとこでケツ吹かなきゃ格好がつかねえ。なるほど、そういうもんですか。だから警視庁はうちに、江原は東京の刑事に調べさせる、ついては三越場殺しの情報を全部よこせと、こう言ってきてんだよ。そんなもんこっちだって飲めるわけがねえ。おかげで殺しの件じゃまだ誰も江原を尋問できてない。うちも警視庁もだ。要するに手柄の取り合いってこと。警視庁と神奈川県警で、あんたらまだそんなことやってんの。ああ、情報を出し渋って足の引っ張り合いだよ。上同士折り合いがつくまで俺らは江原に触れない。チャグ、星に向かって突っ走んのがデカの仕事だろうによ。こんなお預け食ってりゃ探偵に八つ当たりもするわな。八つ当たりだったんですね。これから署にご同行願ってかっちり絞ってやる。がお前が使える探偵なら協力しやるかもな。え、わざわざ神室町から来てそこら嗅ぎ回ってたんだろ。三越場殺しで何かネタ掴んでねえのか。それによっちゃ手錠を外してやってもいい。取引ってことですか。お前がいい情報を持ってればね。これなんてどうですかね。お前これ三越芝ヒロ、場所はここだ。殺される直前か。どこで手に入れた。おい、どういうことなんだ。手錠かけられたままじゃ話しづらいな。思ったよりは使えそうだな。分かった、外してやってくれ。つまりこういうことか。お前と清涼の先生の待ち合わせにこの写真持って不審な女が割り込んできた。俺はその女ってのを見れなかったんですけどね。沢先生には十分脅しが効いたみたいです。もう何も話してくれません。沢というのは三越芝の教育実習を担当してた女の先生ですね。分かってるよ。その写真を渡してきたって女は三越芝殺しの一味だろうな。連中は複数犯なんだよ。へえ、複数犯。ずいぶん言い切るんですね。何かその根拠でも。桜井、三越芝の死体写真を見せてやれ。何かあったら俺の責任だ。どうせ今のままじゃ埒が明かねえ。この先江原の情報はこちらの探偵さんに取ってきてもらう。鍋さんがそう言うなら。生前の三越芝が最後に目撃されたのは2ヶ月前、10月7日の朝6時半。市内の自宅を出るとき母親と言葉を交わしてる。でその後の目撃情報がないことから、三越芝は自宅からそう遠くない場所で拉致された可能性が高い。その場合常識的に考えて車が使われただろうな。そうなると少なくとも運転手と拉致をする者とで2人はいる。俺が犯人なら3人は揃えとく。なるほど、それで複数犯ってことですか。ああ。ところで解剖の結果、三越芝の遺体には胃の内容物が少し残っていた。その消化具合からすると殺されたのは朝食から少なくとも1時間経った後、つまり午前7時半以降だ。三越芝は拉致された後、おそらくすぐにこの現場へ連れ込まれて殺された。ナイフで喉をかっ切られてな。理解できたか名探偵。
じゃあこの時痴漢の江原は何をしてたか。裁判記録によると午前7時43分に都内池袋駅の改札から入場している。駅の防犯カメラに江原の姿が映ってた。だとしたら江原に神輿場を殺すのは無理だ。池袋からここまで30キロは離れてる。ああ、アリバイ成立ってわけだな。だが奴は2ヶ月後に神輿場の死体が見つかると知っていた。痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのにだ。つまり殺しの実行犯たちと通じてたのは間違いない。江原を絞り上げればそいつらの情報を聞き出せる。なのになんで俺らはこんな何も残ってねえ現場にいなきゃなんねえんだ、クソ警視庁が。まあまあ落ち着きましょうよ、ナベさん。ああ、だからお前が代わりに江原から情報を引き出すんだ、八神。白崎先生に頼み込め。弁護人の接見なら警視庁も口出せないからな。そういうことならもう少しここや死体の状況を聞きたいんですけど。なんだ、ま、聞くだけ聞いてみな。神輿場の死亡推定時刻はどこまで絞られてるんです？朝食の消化具合から殺されたのは神輿場が失踪した10月7日午前7時半から12時までの間だ。2ヶ月前の死体からそこまで絞れるもんなんですね。ああ、だがもし犯人たちが神輿場に食事を取らせてたって可能性を考慮すると死亡推定時刻の幅はぐっと広がる。その場合犯人たちは神輿場家の朝食メニューを完全に再現したことになるけどな。できないことじゃないでしょう。朝何を食べたか神輿場から聞き出せばいい。ああ、俺らも同意見だ。すると死体の腐敗ぶりも考慮した結果、神輿場の死亡推定時刻は10月7日の午前7時半から10月末までの間になる。その幅約3週間。3週間、今度は広すぎですね。もう少し狭まんないんですか？そうしようにも死体が腐りすぎてた。ただしその幅がどんだけ広かろうが痴漢で捕まってた江原に神輿場は殺せない。拘束されてたんだもんな、2ヶ月間ずっと。痴漢したおかげで強力なアリバイがあるってことか。どのみち神輿場を殺した実行犯たちは別にいる。江原を締め上げりゃ奴らの尻尾をつかめるはずなんだがよ。被害者の死因は？ニュースでは確か失血死とか。ああ、喉を切られてた。そいつが致命傷だ。犯人は椅子に拘束した神輿場の背後に立ち、左手で顎を上げさせ、右手に持ったナイフで喉を横に切り裂いた。ためらいがない感じですね、その殺し方聞くと。まあそうだな。ここの床、矢印の形に焦げ跡がありますよね。あれは何です？発煙筒が焚かれてたんだ。赤い煙を吹き出すやつでな。で、通報を受けて駆けつけた消防隊が神輿場の死体を発見することになった。つまり犯人たちはわざわざ死体が発見されるようにのろしを上げたんだよ。江原とは事前にそのタイミングを示し合わせてたんだろうな。それで江原は神輿場の死体発見を予言のように言い当てられる。実際に痴漢の判決を受けた時、やつはそれをやったわけだ。なんでわざわざそんな真似を？さあな、予言者ごっこでもしたかったってか。死体が見つかった時の状態はどんなだったんです？
腐敗が進んで宇治が湧いてたよ。椅子の背もたれを抱えるように後ろ手を結束バンドで縛られてた。直接の死因は喉を切られた傷だが、その前にかなりの暴行も受けている。それも結構えぐいやつを。え？両手の指が全部折られていた。指を全部って。ああ、仇の死に様とは思えなかったよ。まるでマフィアかヤクザの拷問だ。上は念のためそっちの線でも人を抑えて捜査しちゃいる。この建物はずっと無人？誰か管理してる人は？異人町に古くからいる地主だ。この建物は2年前に無人になってからずっと放置されてた。一応ホームレス対策で入り口に軟禁錠をかけてたらしいが、神輿場の死体が出た時にはなくなってた。犯人たちが壊したんだろうな。殺しの凶器は見つかってるんですか？いや、見つかってない。現場にそれらしいものは残ってなかった。見つかれば重要な証拠になる。さっきナイフって言ってたのは、傷口から見て多分そうだったろうってことですよね。俺が当てずっぽうで言ってるわけじゃねえ。解剖した先生がちゃんと断言してる。凶器はナイフに近い形状の刃物だってな。大体事情は分かりました。聞きたいことは聞けたと思います。ところで、カムロ町の探偵ってのは暇なのか？はい。ずいぶん動きが早かったじゃねえか。俺らが清涼高校に行った時にはもうあそこに出入りしてた。沢先生の懐に入り込んで待ち合わせまでしてたんだろ？あそこの高校には別件で行ってたんです。別件？なんだよ、どうした？双眼鏡をこっちに向けてたやつがいる。何？30前後の男3人、双眼鏡を持ってるのは黒いジャケット。俺の番号はさっきの名刺にあるんで。おい、八神！待てよ！逃がすか？
よー、お見事お見事。で、そちらはなんで俺らを覗いてたって？冷やかしで死体の発見現場見に来ただけだそうです。本当ですよ。今、あとの二人もここに来るように連絡取ってますんで。冷やかしの見物ね。まあ、勝手に現場に入り込んじまうやつよりはマシか。あれ？それってもう水に流してくれたんじゃ。あんたはどちらさん？なんで逃げた？なんでって、そりゃこの刑事さんが窓から飛び降りて走ってくるから、捕まったら面倒になると思って。刑事さんだってよ。じゃあ、あだ名はジーパンだな。光栄です。身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。仕事は？会社員です。バイオ分野で企画管理を。バイオ分野？さっきいた後の2人も？いえ、あいつらは投資会社勤務と、もう一人は経営コンサル。高校の時の同級生なんですよ。住所は東京都内。今日はなんで横浜に？今度中華街で同窓会の感じやるんで、それで店を下見に来たんです。中華街はこっちじゃないですよ。せっかく横浜まで来たから、ついでに話題の事件現場見に行こうってなって。つまり冷やかしだと？そうですよ。高校というのはどちらで？黒川学園、私立の東京の学校です。いや、こっちこっち。お連れの方も身分証をお願いできますか？ご協力ください。ナベさん。では皆さん、もうお帰りいただいて結構です。ご協力どうも。裏が取れた。結局冷やかしの仲良し同窓生たちだったわけだ。残念だったな。せっかく張り切って追いかけたのに。別に、うちはいつでもフルスイングがモットーなんで。見てて惚れ惚れするほどの空振りだったよ。でも俺の経験上、そういうやつは信用できる。白崎先生によろしくな。江原から話を聞けたら俺にも情報を頼むぞ。名前か。
ったく、時間食っちゃったよ。集合は現地で大丈夫です。いらっしゃいませ。ありがとうございました。名前か。いらっしゃいませ。ありがとうございました。前か。
名前か。名前か。どうし。名前か。それって。はい、
なるほど。お、いらっしゃいませ。ありがとうございました。